ワーグワン。ということで皆さんおはようございます。今回はですね、東京出張2泊3日ということで、出張はね、旅行ぐらいの気分で行きますんで、そのあたりのルーティンがっつり撮っていきたいと思います。ということで、そんなことよりも皆さんにとても残念なお知らせをしないといけなくなりました。健康診断の結果ですね、ついに脂肪肝言われてしまいました。脂肪肝という診断を受けてしまいました。で、お医者さん曰くね、もう理由は明確で、お酒の飲みすぎということと、あとお菓子の食べ過ぎ、そして運動不足ということで、まあ非常に残念な結果になってしまいました。40過ぎたら男の人の体ってどんどん不調とか出てくるって言われてたんで、すごい40歳になってからめちゃくちゃ気を使ってたんですけど、まあそれでもね、それに追いつかないスピードでやっぱり体っていうのは変化していくんやなというふうに感じております。こういうのはね、ちょっともう誰かに報告しないとうまくいかないっていうのは分かってるので、ここでちょっと皆さんに報告します。今日からですね、がっちりダイエットしていきたいと思います。今体重が71キロあるんですが、お医者さんの方からこれを67キロまでまず落としてくれって言われてるんで、まあ僕の目標は65キロでいきたいと思います。運動はね、普段から毎日30分歩くようにしてるんで、運動はまあ筋トレの強度上げていこうかなっていうぐらいで、まずお酒飲まないです。もう前回東京でねやらかしてるんで、まあぜひちょっとね、どっちやこっちかこっちか、ちょっと貼っとくんで見てください。で、ああいう失敗してるんで、ちょっと命に関わるあのことでもあるので、お酒はもう飲まないです。で、お菓子も僕この年でもまあチョコレートも大好きやし、グミも大好きやし、ポテトチップスも大好きなんですが、もうこれはねちょっとね、嫁さんと一緒に控えていきますっていう、ちょっと2点をねやっていきたいと思います。ってことで、今回はね、東京出張の動画を楽しくワイ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 してるのを回したかったんですが、ちょっと脂肪肝という診断を受けてしまってかなりショックを受けてますんでね、ここからちょっと頑張ってやっていきたいと思います。まずはね、東京行く前に自分のタスク、朝活やらないといけないことやっていきます。頑張っていきます。早速脂肪肝についてブログ書き始めました。がっつり書いて解説していきますので、まだチェックよろしくお願いします。そうか、自動車、自動車のやつが、全然終わらず、2軒目、全然終わらない、2軒目、やっていきます。
二日酔いでトイレで吐きました。もうお酒は嫌。初めて来ました。マジで。はい、仕事終わりました。新幹線が雨で止まってるので紅白です。いや、僕は元々からホテルを取ってたんで、ホテルに戻ります。ご飯食べに行きます。さあ、ご飯食べに行きますが、雨すごいっすね。まだめっちゃ雨降ってる。やば、新幹線止まって同僚帰れてないみたいですね。そしてビールは。